ちは。今回バーカートのレゾナーピッコロの選定品を、選ばせていただきました、東京厚生ウインドオーケストラのピッコロフルート奏者、丸田裕太です。今回私が選んだこのバーカートのレゾナーピッコロの印象ですが、まず、バーカートというメーカー自体の、印象なんですが、ドイツスタイルと、アメリカンスタイルの非常にこうミックスされた明るい音色と、コントロール性が非常に両立した、素晴らしいメーカーだと私は思うんですけど、さらにそれがですね、レゾナーモデルの場合は、こう非常に扱いやすく、奏者にとってこう身近な、コントロール性というのをさらに、高めた、さらに言うとコストパフォーマンスが非常に、高い、素晴らしいモデルだと、私は、感じております。そして今回、私が、何を、基準に大事にして、選んだかと言いますと、まずは、音色です。やはりピッコロらしさが、溢れるこの明るい音色と、あと透き通った、透明感のある音色など、その奏者の、しっかりと思った、意思の通りにこう音色のコントロールが、しっかりできるかなというところを、まず大事に選ばせていただきました。そしてもう一つが、操作性です。音程面、そして、指のこうフィンガリングのメカニズムなど、あらゆるこう操作が、ちゃんと的確に、されているかという点も、重視して選ばせていただきました。まずスタンダードの方は、いわゆる一般的な、カットになっていると思うんですが、息を入れた時の、水槽感、この、しっかりとこうダイレクトに伝わる感じというのが、音色も含めて音量が、非常にこう太く楽器に伝わっていくなというのがスタンダードの、印象です。対して、ウェーブの方なんですが、ウェーブは、非常にカットが施されておりますが、その分ですね、楽器の、コントロールがよりこう細かい部分まで、しやすくなっているように感じます。なので、非常にこう音量を絞ったり、そういうコントロールはスタンダードよりも、ウェーブの方がやりやすいかなと、感じることが、多かったりします。ただ、
実感としてはスタンダードの方がよりこう楽器の、しっかりよく響いているという、実感が得やすいかなというところがあるので、そのあたりは、吹き手の皆さんの、個性というか、まあ、好みで、選んでいただければと思います。ということで、私が今回、バーカートのレゾナピッコロを、選定させていただいたわけですが、どの、楽器 もう私が、自信を持って、おすすめする楽器です。このレゾナモデルは、この存在感のある明るい音色と、操作性というのが非常にこう高い次元で、バランスが取れている、素晴らしい楽器なんですが、でもそこまで価格は高くないという、非常にこうコストパフォーマンスが本当に高い、いい楽器だと思います。きっとですね、いろいろな、シチュエーションで吹かれる、方が、お求めになるかなと思うんですが、その皆さんの、きっとリクエストに、応えてくれる、楽器が、今回、見つけることができました。このレゾナモデルを使って皆さんのピッコロライフがさらに充実した楽しいものになることを